ホワイトハウスは、次の二つの意味で使用されている。また、前者のうち、特に主要な四つの建物である、エグゼクティブレジデンス、ウエストウィング、イーストウィング、アイゼンハワー行政府ビル、そして四つの庭である、ローズガーデン、ジャクリーン・ケネディガーデン、ノースローン、サウスローンを指して、ホワイトハウスコンプレックスと総称する。拡大図ホワイトハウスの構成黄色い部分が、 ホワイトハウスと総称される大統領府、青い部分が大統領公園に指定されている敷地。アメリカ合衆国の首都であるワシントン DC の中心部に所在し、その住所であるペンシルベニア通り1600番地はアメリカで最も有名な住所である。なお、ホワイトハウスとこれに隣接するラファイエット公園、ザ・エリプスおよびホワイトハウス見学者オフィスは 便宜上、大統領公園という国立公園に指定されており、その土地と建物は国立公園局が管理している。コンペで当選した、法番案、法番がモデルにした、アイルランドのレンスターハウス大統領府である、ホワイトハウス建設が開始されたのは、初代大統領のジョージ・ワシントンの時で、1792年10月13日に、礎石が置かれて着工したが、 公式の低組織は挙行されなかった。1790年にワシントン DC の設置と区画が決定され、フィラデルフィアに代わる新首都建設が始まると、ワシントンは大統領府のデザインをコンペで募集し、9県の最終候補の中からアイルランド出身の建築家であるジェームズ法番の案を採用した。法番は現在のアイルランド国民議会が入っているダブリンの レンスターハウスをモデルにした。基礎部分は当時の黒人奴隷、石イクは主にスコットランド人が工事を担っていた。着工から8年後の1800年11月に完成したが、初代大統領のワシントンはすでに大統領職を辞していたばかりか前年に亡くなっており、完成した姿を目にすることはなかった。そのため、最初にこの大統領官邸に入居したのは、 第二大大統領のジョン・アダムズとなったのである。以後も、大統領府はここに置かれ、200年以上経った、現在でも、首都ワシントンと共に、アメリカの政治の中枢となっている。建物は16世紀のイタリアの建築家アンドレア、パラーディオのパルダーディオ様式を取り入れており、イタリアのビチェンツァ郊外にあるビラ、ラロトンダに告示している。パルダーディオ自身はビラではなく、 パラッツォと分類している。現存する最古の写真1814年8月に、大統領官邸は1812年戦争のブラーデンスバーグの戦いでの敗北により、イギリス軍による焼き打ちに遭い、一室身の外壁を残して、すべてが怪人に返してしまった。第四代大統領ジェームズ・マディソンは設計者のジェームズ・ホーバンを監督に任じ、焼け残った外壁を使って、 消失前とほぼ変わらない官邸を再建し、1817年に完成した。この時焼け焦げた外壁を白く塗装したことから、官邸は現在のようにホワイトハウスと呼ばれるようになった。現在でも焼け焦げた壁の一部は保存されており、トリューマンバルコーニーでこれを見ることができる。焼き打ちから約200年経過した2018年、アメリカがカナダに対して、 国家安全保障を理由とした関税措置を発表して対立し、両首脳間で電話会談が行われた。ジャスティン・トルドー首相は国家安全保障を理由にすることはできないと説いたのに、対してドナルド・トランプ大統領は過去にカナダはホワイトハウスを焼き打ちしたとして反論している。トルーマン時代の大改修工事1902年には、 第26代大統領セオドアル・ーズベルトがウエストウィングを増築し、それまで2階部分に入っていたスタッフのオフィスをここに移した。そして空いた2階を居住空間に全面改装したほか、1階部分にも若干の改修が施された。これを機にホワイトハウスは公式にワシントンホワイトハウスと命名された。1942年には第二次世界大戦中に 第32代大統領フランクリン・ルーズベルトが地下に防空壕を備えたイーストウィングを増築した。この防空壕は現在大統領危機管理センターになっており2001年の9.11テロ事件の際にも閣僚が避難している。1948年に第33代トルーマン大統領は レジデンス2階のイエローオーバルルームの外側にバルコニーを設置しようとした。ところがこの時行われた強度検査で老朽化による構造強度の劣化が判明したため全面的な解体改修工事が行われることになった。工事は再び因室味の外壁のみを残して内部を基礎部分を含めて全て作り直すという大がかりなもので5年の月日をかけた。 一大プロジェクトであった。そのため、ペンシルベニア通りを隔てて、北側に位置する大統領の品格用宿泊施設、ブレアハウスを仮の大統領府として一時的に機能させることになった。それから5年が経った1952年に工事は、無事完了、トルーマンバルコニーが新設された。これにより、多くの人が目にしている、現在の姿が完成したのである。 南側から見た、レジデンスホワイトハウス、周辺地い見取り図グラウンドフロア1階見取り、図ステートフロア2階見取り、図セカンドフロアサードフロアスタッフ、職員、観光客などを含めた1日の来訪者は、平均で5000人にもなる。国旗上時形容を表した、ホワイトハウス文章。ありがとうございます。